こんにちは、こんばんは、ホビドアです。アギロスプレス再開していきたいと思います。さーてと、前回2つ目のエレメントを入手したので、どんどん進んでいこう。金がめちゃ溜まってる。絶対消費が半端じゃないことになるぞ今後。さて、どちらに向かって私は戻ってしまえばいいのだろうか。いろいろと取っていないアイテムあるので、これを使って取りに行きたいところ。こうとか、なんかほらあるし、こいつ何？ヘイ。うん、俺は電球うなぎだ。そして俺は今疲れてる。エナジーが欲しいんだ。エナジー、エナジーが欲しい。モンスターか、モンスターを持ってくればいいのか。エナジーね。エナジーというのがわからないな。何か攻撃を与えれば通れるようになりそうだけど、あそこ方法がいまいちわからないので一旦無視だ。エナジーね。これはスモール。ああでもそうでもないか。多分あれではないな。違う気がするんだよねあれは。うん、下の方は特に何もない感じか。じゃあ一旦戻ろう。経験値おいしい。そういえばこいつらを倒すのがだいぶ楽になったよね、この技。今思うと使ってなかったけど、こういう風にはね。おっと、オッケー、戻ってきた。アトランタビレッジ、とりあえずこちらの方へ。カメだ、カメ。懐かしいカメ。ここだな。あったあった、目的のもの。エナジーコンテナ、もちろん買うさ。やっぱりそうだ、最大値が1上昇した。あれ、下の方に出たけど、もしかして最大値6なのかな。まあ、魔法自体が強いから、そのせいで、ちょっと、あんまり多めに持てないようになっているという可能性はあるよね。新しい、これが欲しいんだとか言ってますね。持ってきたら何かあるのかも。なんだ？これ来たことない？来たことあると思うけど、一応探そう。来たことあるな、ここ。完全に来たことあるな。完全に来たことあるな。なんだっけ、アイテムあったんだっけ、覚えてないけど。アイテムあったような、なかったような。ここに出るんか。待てよ、何か他に水の中で取れるアイテムが取れたような、取ってねアイテム絶対あるよな。スクロールとかこっち来てから新しいの入手してないし、絶対あるよどっかに。もっと金で買える物質はないのか。物質というかね、レベル上げじゃねえ、ごめん、ステータス上昇するもの。金なら有り余ってるんだ。多分次の町あたりに到着した時にでも多分足りなくなると思うんだけど、正直。あーノー。防御力と HP の最大値に物言わせてどんどん当たりながら進行していく。オーイエス。なんだこれ、エンジェルフェザーを手に入れた。あ、セーブポイントから別のセーブポイントへと瞬間移動することができるようになったぞ。おお、いいね。いいね、すごい助かるアイテムだ。これ、今後の攻略に全然貢献するアイテムですね。こっち来といてよかった。おお、俺についてくるんじゃない、タツノオトシゴ。セーブザゲーム。テレポート、イエス。あ、こんな感じで選択肢が出る感じか。
オッケー。ルーメンキャッスル、ボスコビレッジ、このルーメンウッドにも行こう。はい、こちら。いいね。よくできてる。すごい。武器は変えるまでもないか。さて、なぜこちらに戻ったかというと、前回、ここの橋に来たとき、二段ジャンプというか、複数回水中でジャンプできたらいけそうな場所が確かあったんだよ。あと、忘れちゃいけないのが、いろんな言語が喋れるようになったので、お猿さんともしかしたら話したら何ができるかも。かも。やっぱなんかあったよ。っていうか、あれじゃん、このマーク。スクロールじゃね、スクロール。違う？スクロールだ。あ、毎回衣装違うんだ。私はコンバットインストラクターのフレア。ハエかな？新しいスキルを教えてやろう。ほう。フリースクロール。うん。ライジングアタック。上ボタンと攻撃か。ジャンプをしてる途中でもすることができるぞ。あ、ちょっとした二段ジャンプだ。わお。おーイエス。あ、これが何気に二番目だ。空中で行うことができるぞ。ただ何回もはできないか。あ、これちょっとした二段ジャンプだ。すげえ使える、これ。使える使える、全然使える技だ。よかった、来てて。一番最初に本当、思い出したのがここだったから。よかった。これ取り逃してたら、だいぶ困ってたんじゃなかろうか。ま、といっても、そんな上の方まで行けるわけじゃないけどね。こんなことが。できると思ったんだけど、できないや。あ、あと一回地面に行かないとダメか。一回どこか触れてからじゃないとまた上に戻れない。OK。OK、OK。さて、では次の場所だ。あとは、確か猿にペンダントを盗まれたんだよね、お姫様が。なので、猿と会話ができるようになったので、彼らと話して、どうにかできないか見てみよう。ボスコビレッジだったよな、確か猿がいるね。いたいた、ここだ。さて、猿と会話してみようか。ヘイビー、入れてモンキー。うん。よし、どっか書こう。この矢印が書かれている方角が何かのヒントになっているよ、とのことだ。お猿さん書いてるので、ちょっと私いつも用意しているメモを使っておこう。右左右右下か。これ何の、あれかな。こう、ここ、多分、あれだと思うんだよ。迷いの森的なものがあって、この順番に道を進めると、この順番で進むと、正解の道にたどり着けるよっていう意味だとは思うんだけど。よし。とりあえずはメモったぞ。え、結局金は取られるんだね、これ。アンチキショーめ。やりやがったね、デモンキー。さて、素直に左側へ今回は行こう。他に何か二段ジャンプとかをしないといけなかったような場所はあったと思うんだがな。道中で見つかればいいが。さえてモンキー。バナナ大好き。食べたいと今。あー、森で育っているのがいくつかあるみたいだね。持ってこいってことか。森の木にバナナがなってる木があるってこと？ OK、わかった。探してみよう。森の木か。森から来たわけだけど、特にそんなの見てないな。どこか別の場所にある？ボスコケーブ、アーステンブル、ボスコビレッジ、ルーメンキャッスル。どこにバナナがなってるってんだ？どこかにバナナがなってるのか。ここ登れるようになってる。ダメだな、ここにはないな。ここはまだ森だろ。物は試しにちょっと歩いてみるが、ダメだな、これは。
こっち行くとすでに森から抜けてしまうよね。バナナなんてそもそも入手していないよな。うん、そうだね。もうちょっと探してみるか。まあ見つからなければ見つからなかったで、このまま別のところに進行してしまうけど、お姫様のペンダント関連だからな。できれば入手したいところだけど。ここ入れたりしないよね。穴みたいになってるけど。入れないか。下の方行ってもただなさそうではあるんだよね。ここ?こっちはもう森から出てしまうというか。君たちも森から出ないけど。ダメか。ここの存在自体忘れてたけど、ちょっと。あ、ここまだ森あるよ。あ、バナナあった。入手したぞ、バナナ。バナナ。OK、ただこっちまだ探索したことなかったから、ついでにもうちょい探索しよう。ザ・ウォール。ボスコフォレスト、ルーメンキャッスル。OK。ザ・ウォール。音楽みたいなマーク出てるぞ、ここ。なんだ、楽器変えるのか?材料があれば、リラを作ってやれるとのことだ。必要になるってことだよね。てか、材料も必要になるのか。わお。おっと、おっと、ブラザー、もちろん欲しいよ。もっと売ってくれてもいいんだぜ。おっちゃん。いいんだぜ、俺別に。ああ何これ。いえ、テレポートしません。太陽の形をしたドアがある。なるほど、何かをはめ込むところか。ああ、武器屋さん。はい、かも。力って書いてあるぞ、そこ。マサムネ。おう、イエス、マサムネ。マサムネ手に入れたぞ。マサムネこっちか。そっか、44アンダーザウォーターだもんね。どちらにしろこちらの方が強かったんだけど、32とか。で、こちらは当然こっちの方が今は上がるよね。よし、これにしておこう。こんな感じか。マサムテサムライアーマー。オーイエス。マサムネソードは、射程が長いのか。と書かれているんだけど、正直よう違いがわからん。おっと、いけるな、ここ。いけるけど、まずはバナナの剣をなんとかしてからにした方がいいな。バナナの剣でバナナで作った剣みたいな言い方してるけど違うからね。こいつ勝てえよな。こいつ剣作れねえ割に勝てえよな。あのカラスたちを見習えよ。やっぱり金使ったけど、だいぶ溜まってんな。大丈夫なのか、これ。これもしかしなくてもこの技なかったら進行できなかった。わお、でかいのいる。おいやす。でかいのいるけど、まあ普通に倒せるね。あー、ここに出るんだ。ヘイトモンキーバナリオ。これを代わりに君にあげる。これも。おお、経験値か。サンキュー。ねーと、ペンダント。特に書かれてないけど、お姫様のペンダントの話を聞いていたので、お姫様のと元に戻ってみよう。ついでに経験値を入手だ。あれ、バナナってこの2段ジャンプなくてもいけた?バナナのところ、なんかいけそうな気がするんだけど、剣が変えたかどうかはともかく。右、左、右、右、下ってやつがまだだな。おっと、これだ。あれはどこなのやら。普通に間違えた。さてと、ここだ。ルーメンキャッスル。もちろん。お姫様こっちか。ペンダント持ってきたで。ペンダント見つけてくれたのね。
これお母様がくれたの。うん。返してくれるかって返すさ。このティアラを代わりに持ってってください。あ、わかるぞ。あ、ハートもくれるのか。なんか私を助けてくれて、今度は私のペンダントまで取り返してくれたと。毎回話すとハートくれるのか。よし。さて、ティアラをもらったけど、プリンセスティアラ。確か王族に関連したものを集めているやついたよな、別の町に。あいつのところに持ってけばいい感じかな。ただ、これは多分お金になる感じかな。お金は特にね、実はいらないんだけど。いや、いらないってことはないんだけど。ここだったっけ？ここだよな、多分。ティアラをあげよう。よし、で、代わりに何くれんだ？あ、月の紋章だ。さらにこれもやろう。月の紋章だ。あのドアだよね。あと一つ何かここに置けそう。あ、この中央のもそうか。あ、違う。この中央のはすでに物だ。玉座だね。よし、とりあえずお金は手に入った。お金と、あと何だろう。この茶も何もないよね。うん、ないよな。あとなんかなかったっけ。そっか、これか。これは多分炎属性の技を手に入れれば溶かせそう。氷だよね、多分。ガラスとかだったらまた別なんだろうけど。ここ降りられないよね。テレポートもちろんしますとも。さて、今の手に入ったものを使用すればここおそらく開くんじゃないかな。月の形、あ、やっぱりある。あ、あったねー。おっと、宝があるね。試練か何かが与えられるのかと思ったら違った。何これ。お、経験値アップ。素晴らしい。シェル。あ、探してるやついたね。これ話聞いてないと何やればいいのかわからないタイプだ。たまたま読んだからいいけど、俺住人の会話とか大体受け流しちゃう人なんだよね。この人すげえ、ずっとブツブツ交換してるんだけど。あげるよ。星だ。これもついでにあげようと。OK。 テレポート、星もらったぞ。次はあの中央か。いやー、もらえてるからいいけどさ、多い量が半端じゃない。すでに1万5000だぞ。あ、さすがにいけない。よかった。そろそろどうしようかと思ってたからね。逆に助かるわ。こんなこと言っちゃダメだけど、逆に助かる。いやー、それならいいんだよ。いいんだよ、それで。一向に構わないよ。さて、どうしようか。このままここを進んでしまってもいいんだけど、こっちは無理だろ。アトランスビレッジ、ザ・アビス。ザ・アビスってどこだ。あ、ここか。ここもね、もうちょっと探索できそうな感じはちょっとあったんだけど。一回進むか、ここから。ザ・ウォールにもいるよね。おい。落ち着くんだ、俺。このままちょっと行くか。最後戻ればいいかな。ただまだ行けそうなところあるんだけどね。ああ、倒せるな。この能力強制じゃん。なきゃ進めないわ。取っといてよかったって思ったけど、取ってなかったら進めへんかった。危ない危ない。金が消えるところだった。もったいない。いくらたくさん金があるからってね。さらに取りたくないわけじゃないから。ここから攻撃的な攻撃ちょっと激しくなってな。ちょっと激しいな、ここだけ。
落とす気満々だな。やる気に満ちてるよ。ボルケーノエントランス、ファイヤーテンプル、ファイヤービレッジ。おお、やっぱ村あるのか。硬いな、こいつ。あ、ここにも裂け目がある。何ここか。ファイヤービレッジ。うんうん。エアーテンプルキーホール。ガーディアンのみ、守護者のみが鍵を持っている。あなたの鍵ではここは開きません。酒場か。ボルケーノは火山の中には迷路が広がっている。あー、そっか、猿があの地図を盗んでしまったとのことだ。あの猿が教えてくれた右左右右下ってのはこれか。お、豚がいる。酒場で何をしてるんだ。ここは子供来るような場所じゃないぞ。ミュージシャンは、音楽家はいつもこのステージで音楽を奏でていたんだ。でももう来てくれない。そうか、あのリラがどうのってのはここに来ればいいのか。退屈だ。もうだいぶ誰かが音楽を奏でてるの聞いていない。あー、ちっちゃくなる能力でも手に入るのかな。あそこ見た。ちょっとくぼみがあるよね。いけそうだよね、あそこ。これちょっと気になる足場があるな。じゃあこいつがガーディアンか。俺がエアーテンプルのガーディアンだ。空の神殿か。そっか、鍵はくれないらしい。バリオンがどうのと言っていたな。あー、これ分かったぞ。ここ多分火つけられる。つけてどうなるか分かんないけど煙突があるし。そっか、じゃああれもやっぱり氷か。あんとかつそうなの。アトランタビレッジの近くにエンジェルフェザーがあるのは見つけた？それテレポートができるようになるっていう伝説があるのとのことだ。一回セーブしとけばいいんだろう、多分。よし。ああ、有用なもの売ってるかと思ったら売ってない。ああ、壁に穴が開いている。だがあなたが入るには小さすぎる。つまりおいおい入れるようになるよと。てか武器屋がねえな。武器屋欲しいな。上の方にあるんだろうな、武器屋実は。ほーら、見たことか、上にある。でも穴がある開いてるからあれから入んねえ。ダメか。もしくはここから行ける。バリオンってここの住民だったのかな。昔はいいやつだったんだよねっていうことをおばあちゃんが言ってたんだけど、先ほどの村のおばちゃん。よし、ほっと、金ならあるぞ親父。かっこいい。ドラゴンアーマー6000ジェムで。ドラゴンアーマー買いますか。喜んで。高熱から身を守ってくれるし、ドラゴンアーマーは。ただし炎からは守ってくれないので気をつけるんだとのこと。要は直接的な炎の攻撃からは守ってくれないけど、それ以外の効果があるのか。あ、普通に防御も高いね。そうだね、高温から身を守ってくれると出ている。お、かっこいい。これかっこいいぞ。終盤の勇者っぽい服装だぞこれ。あと2つぐらいはでもアーマーありそうだね。あ、武器屋はないのかな。アーマー屋はあるのに。武器屋はまた別のところなのかね。この買ったばっかりの政宗さんでもちょっと効力足りてない感じあるから、レベル上げろってことなのかもだけど。うん、乾燥した木で作られている。要は燃える何かで攻撃すればいいんだろう。燃やせばいいんだろう。何か、あれか、指輪で炎属性の指輪とか入手する感じか、主人公。フラグ立ちまくってるぞ、主人公。俺、主人公が火吹けるようになるとしか思えない。冗談はさて、本当に多分、炎が出せる技が手に入る？多分魔法だよね、指輪かな？
多分炎の指輪がそんな感じの能力なんじゃねえかなとは思う。さて、ボルケーノテンプルか？上の方だよね。もうこれしかないかな。ボルケーノエントランス、ファイアテンプル、これしかないよ。火山の入り口ね。あ、そうだね。中は高温です。気をつけてください。これ多分、このアーマーがなかったらそもそも入れないぜってことだよな。金はあるんだ。問題ない。ただし、こいつらみたいに炎を撃ってくる敵の攻撃から身を守ることができるわけではないので気をつけろってことだよな。きてえな。硬くねえか、お前。ちょっと待てよ。こうだ。なのに迷宮には2つの道がある。1つはドラゴンソードへ通じる道、もう1つはファイヤーテンプル。ドラゴンソードへ行くためのヒントその1、下か。分かった。1つ目が謎でした。オッケー。ハテナマーク。で、じゃあもう一つのエテモンキーのくれたヒントは、テンプルに行く方のやつか、神殿の方だよね。ヒント1、下か。とりあえず今メモってあります。で、見つかるかな？その前に俺死にそうなんだけど、ちょっと。他のヒントを見つければいいという感じか。あ、これすでにあれだな。ちょっと待てよ。よし、落ち着け。まずは、右。左。右。右。下。だよね。これがまあ、おそらく神殿へ行くためのやつだと思うんだ。あった。ドラゴンソードへのヒントその2。よかった、先にこちらへ来ておいて。下、右。これでわからないのが2つ目と3つ目だけだね。他のはわかる。下、謎、謎、下、右という感じになっている。ヒント3つ目あるかな。あれば助かるんだけど、ない場合は2つはちょっと勘で見つけるしかないね。ドラゴンソードできれば入手したいところだ。あ、そっか、そこ分かったぞ。浮くやつ使うしかないか。こういうことだろう、多分。こいつを使用してんの。っと、あ、いけたいけた、よかった。おお、イエス。マネマネマネ。あれ、下降りちゃっていい感じ、これ。わからんのだけど。下どうなってんだ、これ。下降りていいかな、謎だな。てか、俺 HP やべえぞ。そろそろ回復したい。勝手、勝手じゃねえ、こいつ。HP めちゃくちゃあんな。ちょっと待って、イベントに。ポシュ使おう。ダメージを高えな。あ、どうしよう、これ。積んだ、積んだ。使ってみね。当たった、当たったぞ。まずいぞ、これは。こいつはまずい。ネタに走ってる場合じゃねえな。本当にまずいな。どうしよう。これは初のゲームオーバーか。今発音がおかしかったな。初のゲームオーバーかって聞こえたな。これは初のゲームオーバーになるのではないだろうか。よし、マシになったぞ。じゃあかな。ほんとどうしようね。死ぬ気がすんな、これ。おお、イエス。そこでもね、ちょっと回復系出してくれるとよかったんだけど。あっ、おおマイガー。はい、ドラゴンソード、よし、最後のやつが出たぞ。で、右、左。どうにかして戻る方法を見つけないとな。左と。OK。では、
下右左下右と行けばドラゴンソードの場所にたどり着けるようだ。素晴らしい。これで一回死んでもドラゴンソードを取って再度チャレンジすることができるぞ。こいつら勝てんだって。おーマジで戦いたくないな。すぐ戦いたくない。次中央で上だろう。上だよね。おっとパターンは分かったけどさ、おっと間に合った、よかった。勝てーこいつ。あれってか一周した、一周したなこれ。え、こっちじゃないの。ハーブ、そうだハーブがあったんだった。これまだ5つ、OK、これヒント取るための場所だった感じ。え、どうやって戻るのこれ。俺帰りたい。 OK、 落ち着け落ち着け、いいな。とりあえず敵を全滅した。俺このトラップに毎度当たってる気がする。うん、ここは何もない。 OK、 OK、 分かった。また当たるところだったな。シビア。あ、こっから帰れる、もしかしなくても帰れる感じだこれ。あ、1000ポイントあった、最悪だ。ファイアーテンプルゴーバック、最悪だ。全く必要ないところでハーブとかいろいろ使っちまった、やっちまったな。ここからはみんな大好き合流したいんだ。よし、あいつは無視しよう。そうしよう。触らぬ神にたたりなし。さて、ここに出たぞ。まずは下で右左下右でドラゴンソードのはず。おーし、おーイエス、かっこいい。なにこれ、ちょっとかっこいい。70、敵に2度ヒットする。だから70ってこと？そういうわけではないよね。あ、何これ強すぎない？今までの倍とかそういうレベルじゃないダメージ量じゃん。すごいダメージ量、半端じゃないの。まあとりあえずはセーブポイントがある方に行くか。右左右からの右右下、あれ間違った？右左右右、あ、そっか、さっき右一回多めに行っちゃったのか。こんな感じ。あ、すごいすごい強い、これ異常だ、異常な強さだこれ。それだけ段違いで強いな。たたんと2回ヒットするね。さて、といったところでちょっとテレポート、ちょっと待てよ、どっか取り逃してないか。これファイヤーソードもしかして物燃やせたりしないよね。ファイヤーソードっていうかドラゴンソードだから物燃やせないと思うんだけど、念のため。ダメか、そうか、何かできないかなとちょっと思ったんだけど、さすがに無理か。結局例の素材を持ってくればリーダーを作ってやるってやつもまだ見つけてないしね。さてと、では向こうへ戻ろう。ファイヤーボルケーノオピューンってことで、こちらへ行こう。さて、といった感じで今回は一旦終了したいと思う。もうちょっと早ければ神殿攻略までやろうと思ったんだけど、
まあ、時間がかかりそうだからね。次回あたり神殿攻略したいと思う。しかしこのドラゴンソードがすごいバランスブレーカーな気がするけど、ここから先の敵がさらに強くなるよっていうことかな。インフレが半端じゃねえぞこれ。すごいことになってるよね。レベルもまだ8だし、装備的にはあと2つこれより先のものがあるんだけど、やっぱり特定の条件付きの武器かな。なんかここだと強いよみたいな感じのやつなのかもしれない。あとゼルダの伝説でいうところのマスター層的なものはあるのかな。リングの冒険っぽいし今作。さてといった感じで今回は終了したいと思います。また次回でお会いしましょう。ホビドアでした。次回は炎の神殿攻略行ってみよう。